友、正雄へ。また、東京芸術学者を受講している皆様へ。この度、東北芸術工科大学と、京都造形芸術大学が企画プロデュースする東京芸術学者の新しいコース、創造の時空学、芸術思考のインパクトを知り、私は非常に喜んでおります。私が、心理学や教育学に関心を持ったのは、実は、芸術に対する興味から始まったと言えます。若い頃、私は、熱心にピアノを学び、アルバイトでピアノを教えたこともありますし、音楽以外の芸術に関しても、その進化を理解した上で鑑賞することができていました。博士論文では、若い人が絵画における表現方法をどのように知覚するかについて研究しました。芸術的認知の研究同様、長期間にわたる芸術への興味の結果、私は標準的なインテリジェンス、つまり IQ について批判を展開し始め、IQ に代わり、心の複数性という考え方を提示し、マルティプル・インテリゲンスス理論と名付けたのです。さて、暨大学のコースは、私が長年多大な関心を持ち続けてきた芸術とインテリジェンスの2つの領域にまたがるもののようです。このコースを実施することで、素晴らしい経験ができますように、そして、これを通し、どんないい結果がもたらされたかについて、私を含め、その他の皆様にも知らせてください。ハワードより。